この動画は住友重機械工業の提供でお送りします。こんにちは、住友重機械工業にやってきました。今回はですね、半導体系の動画に近いかなっていうところですね。でまずですね、住友重機械工業、そもそもどんな会社だっていう話ですね。業界人以外ほとんどこの会社何をやってるかっていうのをわからないかと思います。で住友重機械工業なんですけども、産業機械や船舶関連、搬送、あとはエネルギー関係とか、結構ですね幅広くいろいろなことをやっている会社です。例えば減速機であったり、油圧ショベル、あとはプラスチックの射出成形機、それ以外にも工場で走る無人の搬送装置なんかも作っています。それ以外にも医療関係だと、陽子線を使ったがんの治療装置なんかも作ってます。これを聞いてる限りだと、重機械関連で一見と何の関係があるんだっていう感じなんですけども、実は電気、情報、物理、化学などいろいろなことをやってます。例えば半導体関係もやっていて、いわゆる半導体の製造装置メーカーでもあります。具体的には半導体の N 型とか P 型とかを作る時のイオン注入装置もここの住友重機械工業で作ってます。こういうふうにですね、かなり幅広くやっているわけです。で今日は何をやるかです。今日は半導体分野に応用できる画期的な酸素不イオン照射装置を住友重機械工業が開発したということで、それを実際に皆さんにも見てもらうために取材に来たわけです。というわけで酸素不イオン照射装置をこれからクリーンルームの中に入って見に行きます。というわけでクリーンルームの中に入ってきました。こちらが今回住友重機械工業が開発した酸素不イオン照射装置です。金属や半導体の表面に酸化膜を成長させるときに使える装置です。例えばこんなものを作ってみました。これは酸素不イオン照射装置を使って銅板の表面を酸化したものです。住友重機械工業のロゴと一見チャンネルの YouTube ロゴのマスクを作って、その上から酸素不イオンを照射しました。この色の濃くなっている部分が酸化している箇所です。こちらのチャンバーの中でプラズマを使って酸素不イオンを生成し、それをこの対象物に当てます。それで酸化します。こちらに酸化していない生の銅板がありますが、酸素不イオン照射装置を使ってこういう風になるか後で実験してみます。その前に酸素不イオン照射装置の動作原理について解説です。四角い部屋がありますが、ここが真空引きされたチャンバーになります。中は 0.3 パスカルくらいです。そしてこちらが酸化したい対象物になります。この部屋の中に酸素不イオンの原料となるガスを導入します。この場合アルゴンと酸素の混合ガスです。まずプラズマガンからアルゴンプラズマをこの部屋の中に導入します。こんな感じで先ほど青白い光が中にありました。アルゴンと酸素の原料ガスが中に入ってきています。ここでアルゴンと酸素の混合プラズマを生成して、そして酸素不イオンがこの中でできます。酸素不イオンがこの中でできたら、プラズマガンからアルゴンプラズマの導入を止めます。こんな感じですね。プラズマを止めた後、電子がいなくなります。そしてイオンプラズマになります。これ荷電粒子です。それと同時に酸化したい対象にバイアス電圧を加えます。これですね。そうするとこの酸素不イオンがこちらに引き寄せられていきます。そうするとですね、対象物が酸化されます。ここまで来たらもう一度ですね、アルゴンプラズマを導入します。そうするとまた酸素不イオンができると。でアルゴンプラズマをもう一回止めて、でそしてバイアス電圧を再びかけると引き寄せられていくと。これが動作原理です。現場に戻ってきました。実際に酸素不イオンをこちらのマスクを通して銅板の上に照射します。それで酸化できるかどうか試してみます。まず生の銅板の上にマスクをかぶせます。この資料全体に酸素不イオンが照射されます。ですが、マスクがあることによって、何もないところだけに酸素不イオンが通過していきます。ですので、マスク越しに見える銅板の部分だけが酸化されます。というわけで、下準備が完了しましたので、こちらに酸素不イオンを照射して酸化してみます。こちらの真空引き用の部屋がありますが、この中に資料を入れます。で実際に使う装置になるとですね、真空引き用の部屋と、あとは酸素不イオン照射用の部屋が分かれていることになりますので、実際にはもう少しスムーズなプロセスになるかと思います。この蓋をですね、閉じ終わったら、こちらで真空引きをします。ここで、あとは待つだけです。
真空引きが終わりました。このチャンバーの中にプラズマを作っていきます。ここにあるボタンを押すとですね、プラズマがこの中ででき始めます。では見てみましょう。ちょうどこの部分がプラズマ管ですね。でここがチャンバーになります。お、来ましたね。プラズマができました。今こんな感じでプラズマがふわーっと中にある状態です。ちなみにこれ低圧のアークプラズマです。これだけですとまだ酸素浮遊音は発生していません。中にある音が少し入っていて赤紫の色になっています。ここでチャンバーの中に酸素を入れることで酸素浮遊音を作ることができます。酸素を入れると色が変わるのでよく見といてください。こんな感じですね。いきます。はい、先ほどまで赤紫色でしたが酸素を入れることで白色になりました。この状態ですでに酸素浮遊音ができています。次にプラズマのオンオフを制御します。中にプラズマがあると酸素浮遊音が照射できない状態です。ですのでプラズマをオフの状態にして酸素浮遊音を移動できるようにします。ではプラズマのオンオフをですね切り替えてみます。こんな感じですね。はい、今プラズマのオンオフを制御開始しました。このチャンバーが光っている時はプラズマがオンの状態で、まあ、暗くなっている状態がプラズマがオフの状態です。プラズマをオフにすると酸素浮遊音を照射できるようになります。ただその状態ですと酸素浮遊音はまだどこにも行きません。ですのでプラズマをオフすると同時に先ほど資料を置いたところに数十ボルトのバイアス電圧をかけます。酸素浮遊音は過電粒子です。なのでバイアス電圧をかけた資料の方に酸素浮遊音が引き寄せられていきます。そうやって酸素浮遊音を資料に当てて酸化します。そのプラズマのオンオフとバイアス電圧を加える加えないというのを繰り返します。今は見えやすいようにプラズマのオンオフをかなりゆっくりでやっていますが、実際はもう少し高速にオンオフを繰り返します。というのもこのチャンバーの中で酸素浮遊音が生成される最適なオンオフの時間があるからです。プラズマをオフした期間が長すぎるとどうなるか。プラズマがオンの期間で発生した酸素浮遊音をすべて使い果たしてしまいます。ですので実際には高速にオンオフを繰り返します。これはちょっと遅すぎですね。実際に変えてみるとこんな感じですね。カメラ越しだとちょっと分かりにくいかと思うんですけど、今 50Hz でプラズマをオンオフ制御しています。先ほどからアークプラズマをオンオフと言っていますが、このようなアークプラズマを安定してオンオフするというのは実はかなり難しいことです。ここは住友重機械工業のノウハウと技術力です。では銅板を酸化させるための最適なセッティングにしてこのまましばらく待ちます。酸化が終わったようなのでこちらから取り出していきます。このチャンバーの中はまだ真空なので、まず最初に大気圧に戻します。これをですね開けるとこんな感じで今シューっていう音がしています。で中が大気圧の状態になりました。こちら開けていきます。ちゃんと酸化できているのでしょうか。楽しみです。はい、開きましたね。ちょっと取り出してみます。こんな感じです。お、銅の色が結構変わっていますね。ちょっとどうなっているか実際に見ていきます。だいたいですね60度で酸化していたわけなんですけども、どうなっているのでしょうか。パカッと、お、見てみましたか。これすごいですね。この酸化しているところが色が濃くなっているのがわかるかと思います。それはこのマスクの透けている部分から酸素浮遊音がこちらに当たったっていうことですね。これすごいな。かなり綺麗に酸化できています。このマスクの密着具合とかでにじみが出てくるんですけども、そういったにじみもですね、かなりうまく密着できているようで、この際のところのにじみなんかもほとんどありません。かなり綺麗に酸化できているんじゃないんでしょうか。いろいろと試作もしてみました。右下が一軒が作ったものです。上の銅板については酸化の時間が短かったので、酸化膜の厚さというのは薄くなっています。次に下2つについては比較的長時間酸化しましたので、膜厚も厚くなっています。ただ色の濃い薄いというのは光の干渉によって変わります。ロゴの際部分のにじみなんかがありますが、これはマスクがしっかりと密着しているとにじみはない状態。そしてマスクの密着が甘いと少しにじむと、そういった状況になります。今は金属の表面に酸化膜を成長させましたが、これ以外にも
半導体などにも酸化膜を成長させることができます。例えばここにあるシリコンウェハー、どうやって酸化膜を成長させるか。よくある方法として1000度くらいの非常に高温の炉の中にこのウェハーを置いて酸素を流し、そこに酸化膜を成長させる方法があります。かなり高温が必要になるプロセスです。ですけども酸素フイオン照射装置を使うと酸化力が非常に強いので低温でも酸化膜を成長させることができます。今はシリコンウェハーの酸化でしたが、こちらに持っているような最近話題のシリコンカーバイドのウェハーの酸化もできます。こういうふうに SiC ウェハーの表面にも酸化膜が作れるわけです。シリコンカーバイド基板の上に成長した酸化膜のデプスプロファイルであったり、あとは断面の線の写真がこちらです。半導体関連の人、こちらはどうでしょうか。ちなみに界面の物線については今現在調査中とのことです。この図についてもう少し詳しく説明します。酸素フイオンを照射してシリコンカーバイドウェハーを酸化した時の深さ方向の組成です。750度で酸化しています。横軸は深さ方向、一番左が表面です。そして縦軸は元素の比率です。横軸の左側から青色の線が走っていますが、これが酸素 62% 程度です。黄色の線がシリコンです。 38% 程度です。これは一般的なシリコン酸化膜の比率と同じです。深さが220ナノメートルのところでスパッと酸素が落ちています。ここまでが酸化されている領域です。それより深いところでは酸化されていないので炭素とシリコンだけです。組成が一定の深さでスパッと変わっているので膜の品質としてはかなり良いのではないかという見解です。これは断面の電子顕微鏡画像です。シリコンカーバイドは通常900度くらいから酸化が始まりますが、それよりも低い温度でも酸化できています。つまりこの装置を使えば低い温度でも酸化ができるということです。なかなか良い結果ではないかと思います。最近 SiC 非常に注目を浴びていますので、こういったものに興味のある企業さんですね、概要欄にリンクありますので、ぜひ問い合わせしていただければと思います。というわけで今日の動画、かなり専門的な内容でしたが、いかがだったでしょうか。酸素フイオン照射装置の動画を作る YouTuber は多分一件だけではないかと思います。今日見てきた住友重機械工業の酸素フイオン照射装置、一言で言うと上質な酸化膜が素早くそして低温で作れることです。こちらの銅板60度という低温で短時間で作ることができました。今日見てきた酸素フイオン照射装置を自社の製品に応用したいであったり、何か他の製品に応用できるんじゃないかとか、そういったことを考えているですね、企業さんいましたら、ぜひですね、住友重機械工業にお問い合わせいただければと思います。概要欄にリンクあります。今日見てきたのがこちらの金属の酸化と半導体の酸化ですが、実はそれ以外にもニーズはいろいろあるんじゃないかと思います。ぜひ問い合わせいただければと思います。住友重機械工業ですが、今日紹介した装置以外にもかなり幅広く技術開発をやっています。会社名に重機械工業が入っているので、もろ機械系の会社かと思われがちなんですけども、電気電子物理化学情報いろいろやっています。こういったものづくりに興味のある学生さんであったり転職希望者の方、住友重機械工業検討の余地ありです。それでは最後になりますが、動画のご視聴ありがとうございました。T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。